下部長は、山梨県西八代郡にあった町、2004年9月13日に、南駒郡三野部町、中富町と合併し、改めて、南駒郡三野部町が発足したことによって、消滅した、県南端、群南端に位置、町域の大半が山地で、北辺の崖だけや太平山、釈迦岳や、東辺の竜が岳や、けなし山など急峻な山々がそびえ、 東の旧上國式村との境には、本栖湖が一致する。南西流し富士川へ注ぐ、徳葉川やその支流が流れ、渓谷に沿った街道沿いの平坦地に集落が点在する。町域には、縄文時代からの高校遺跡が分布している。古代の律令聖火では、八代郡、河江郷に属する、平安時代後期に、海、源氏の一族、秋山氏が進出し、 戦国期まで栄えた時橋や市の瀬に館を構え、時橋に代わり戦国期に交流した馬場市、三沢に館を構えた三沢市などが出現した。戦国時代に河内地方は武田市の一族である穴山氏が漁師、穴山氏の勢力基盤となった木材生産や湯の奥、金山などがある。湯の奥には穴山氏の家臣で湯の奥里の土豪である湯の奥、佐野氏が居住した。 戦国時代には、湯の奥、佐野市の当主、ぬいどの絵門城の存在が知られ、材木伐採、製材業に携わる、山づくりとしての活動が知られる。湯の奥、佐野市の子孫は、江戸時代にも湯の奥村に居住して、名主を務め、門西と改正する。湯の奥には、門西家が居住した江戸中期の建築である門、西家住宅があり、重要文化財に指定されている。 近世には三十三家村が成立し、中軍筋十一色筋に属する八坂と織門の他十一家村は東、川地領に属する。関永元年には八坂と織門が旗本領となり、関文元年に湯の奥と鎌岳が徳川綱吉領となる。その他の諸村は江戸時代初期には幕府直轄領で、宝永2年には甲府藩領となる。 共放9年には開一国の爆僚化に伴い、再び爆僚となり、幕末までは、上井田大官支配を経て、市川大官支配となる。長域は、大半が産地であるため高地に乏しく、わずかな農業のほかは、林業や、生誕などの山稼ぎや、行商や紙杉きなど多様な産業を複合した河内、地方特有の生業が成立する。木の絵春を結ぶ河内路の脇王館である東。 河内路は岩間から分岐し、町域を南北に通過し駿河国稲子で河内路と合流した。また、藤川周雲の箱島菓子は、梶川沢ざ菓子と岩渕菓子を結ぶ中継菓子として、機能した。近現代には養蚕が奨励され、株温泉を中心とした観光産業にも力を入れているが、近年は過疎化と高齢化が進行している。 東海旅客鉄道都道府県道道の駅、ありがとうございます。